そろそろお名前担当パート簡単な挨拶をじゃあ皆さんからお願いします。こちらの妙です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ドラムの君です。お願いします。はい、よろしくお願いします。ボーカルのゆうです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ベースの白です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ギターの林です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、皆さん、ね、よくお越しいただきました。今日一発なんでね、全部やりましょう。これ質問いいですか？大丈夫いい、ね、もう一切の、まあ、あれ抜きで全部集めたものでやりましょう。皆さん、メンバーと付き合うのは誰と付き合いますかと。まあまあ選択肢がそれぞれのみんな変わってますから。はい、じゃあ凛ちゃんから。ゆきみさん。俺ですよね。そうですよ。ゆきみさん一択です。なぜ大丈夫なんでゆきみさん選んだんですか？あの、タイプです。ありがとう。顔が、はい、全部全部、はい、もう全てを捧げる。あ、もう捧げて付き合うってことは捧げるんですよ、だって。はい、じゃあ、なんなら。なんなら、はい。ありがとうございます。ハクさん。これはリンくんですね。そう。今、後悔してるんですよ。なぜ、リンさんは。お茶目なんですよ。可愛いんですよ。うん、そのが動きが。どんな、動きが可愛い。はい。いや、なんでもないです。可愛いです。可愛い。で、面白いです。これは、こっちですか？行動は こっちも行動も全部。全部面白い。はい。もう、こう、全部、抱きしめたい感じ。抱きしめたいです。食べたいです。食べたい。はい。どうぞ。はい。いや、いいじゃん。僕は、ハクくんですね。もう、なぜ見てください、この、整った顔立ち。本当はさ、男が顔ちっちゃくてね。そうなんですよ。なんかたまにちょっとおかしいんですけど。何、前よりおかしくない。そんな、そんなこと言わなくても。ね、もう好きなのね。いや、もうかっこいいですよ。なるほどね。じゃあ、ゆきみさん。俺、前まで結構ハクくん払ったんですけど、はい、なんかリンくんがすごい好き好き言ってくれて、ちょっと俺もその気になっちゃった。やっぱ寄ってみるもんですね、みんなね。はい、ですね。やった、やった。でも、それはもう、はい、もう両思いですか、ね、あ、もう本当に。あ、じゃあ、来た。来た、これ。でも、殺されるんで。大丈夫です。大丈夫です。これ、脅しも、なんか絶対来るんで。怖いです。もう、がっつり言っちゃってください。はい、じゃあ、はい。ミオさんは俺、前は、はい、ユキミ君だったの。ユキミさん、前より多いですね。はい。ただ、最近、ハクくんの良さに気づいてる。おぉ、おぉ、おぉ、焼け落ち焼き。ハクさんが、おめでとうですか。そうそう。嫉妬深い。嫉妬深いかもしれないです。はい。そこがいいんですか。だって、可愛いなと思って。あー、ジェラシスト。ジェラシストかもしれないです。はい。なるほどね。はい。多分ジェラシスト、ね。俺が浮気しちゃうからね。うるさい。どうするか。では、ハクさんは、はい。では、二人から告られたわけですよ。はい。まあ、リンさんはもう過去の人を置いといて。はい。はい、もう、あっち行っちゃったからね。あ、そう、そうですね。どっちを受け入れますか。いや、もう、見てください、この顔。顔。顔ですよ、顔。だけど、僕、アーシャを始めたときに、ユイさん、見たときに、かっこいいなと思ったんですよ。はい。アーシャ見て。はい。写真ではかっこいいかもしれないです。かっこいいかもしれないです。いや、タッパもあるしね。でも、うん、でも、見てこれ。見てくださいよ、顔。今の顔です。顔がひどい人みたいで、なんか。だってひどいじゃん。ひどくない。でかくないわ。でかくないわ。出会うなら、はい、あれですね、ミオさんですね。ミオさん、はい、じゃあもう、ミオさん、ミオさんは付き合うっていうよりは結婚したい人ですね。いや、ミオさんで結婚じゃんとか分かんないですよ。ミオさん、結婚っていう話ですよ。付き合うなら結婚前提ですって。じゃあちょっとなるほどね。なんで、まあ、その仲良く2人してくださいね。
いや、いくつでも2人お似合いよ、結構。いや、ですよね。それ、ちょっとやりましょう。あ、そうやりましょう。じゃあ、行きましょう。おととい、ブラックホールでやった、ファビットさんの振りをもう一度教えてください。おうおう、覚えが悪くてすいません。できればリズム隊の皆さんもお手伝いどうぞと。おおいっぱ口でやれってことかな。口でなのかな。うん、お手伝いで。これですね、ちょっと僕がバカなあれでですね、そうみんな右左、そうみんなは俺の逆をやってって言いたかったのに、俺がずっと逆をやってたんですよ。んあれ何言ってたんだっけ。ちょっと待って、右左が分かんないんですよ、ちょっと待ってください。右左が分かんない、大問題発言だと思う。右はお箸を持つ方、左はお茶を持つ方、ね、まあ、そうなんですけど、はいはい、みんなは逆なんです。分かる、みんな逆なの。これと逆なの。みんな分かってると思う。みんなは分かってる。みんなは、うん、俺が分かってないですね。そう、あ、そうですね。すいません、ちょっとバカなんです。ケンジ大丈夫、分かってます、大丈夫です、はい、いや、分かってますよ、はい。で、振り付けですか。教えてほしいんですって。そうですね、どうしましょう。やりましょう。やりますか。リズム体はなし。じゃあ口でやりましょうか、はい、お手伝いしてくれるみたいですよ、はいはい、じゃあせっかくだからみんな一緒にやってくれたら嬉しいな。そうですね、はい、じゃあみんなはどっちだ。左手だ、左手、左手、みんなあれを出すじゃないですか。要は鏡ってことですね。そうです。そう、みんな俺の鏡、俺と鏡になってくれればいいんですけど。そうそう。じゃあまずみんないいんですけど、行くよ。はい。お、使わないの？そうです。そうですよね。じゃあゆきみさんのカウントで。じゃあスローテンポで。スローテンポで、そうですね。はい。行きます。なんか今でも結構やってますけど、なんかどこそこを回すとか、なんかそのなんか一連の動きを最初に口で言ってもらったりですね。そうですよね、うんうん、最初にこうだから分かんないんだよ。あ、じゃあ細かいところを言うと、最後にこうこっちに持ってって、こっちに持ってって、回してチョリースってやるんですよ。 OK OK OK。じゃあもう一回やってみましょう。はい、じゃあもう一回いいですか、お二人もう一回振り聞きたいですか。じゃあ振り付けるもね、二人がみたいなね。じゃあいくよ、はい、チッ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 パンドゥ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 結構揃ってますよね。覚え早いですね。早いです。まあ、よかった。いや、嬉しいですよ。リズム隊良かったんですよ。一人安かったもんね。うん、いや、あなたもちろんいいんですよ。あなた、はい、あなたもちろんもちろんいいんですけども、リズム隊の協力があってこそですね。ファンの皆さんも一人安かった、リズム合ってたからそうですでしょ。よかったよ。はい、次行きます。はい、行きましょう。はい。